シドニー・パジェット、シドニー・エドワード・パジェット、シドニー・エドワード・パジェット、1860年10月4日から1908年1月28日は、ビクトリア時代イギリスのイラストレーター、アーサー・コナン・ドイルが、ストランド・マガジンに連載していた、シャーロック・ホームズシリーズの挿絵で、最もよく知られている。日本語表記では、パジットと書かれることもある。 パジェットは9人兄弟の5番目として生まれた。父は、ロンドン、クラーケンウェルクの聖ジェームズ教会及び聖ジョン教会で教区会書記をやっていたロバート・パジェットという人物。母は、マーサ・パジェット、旧姓、クラークという音楽教師。結婚するまで、パジェットは、家族と共にクラーケンウェルのロイドスクエア19番地に住んでいた。彼は、 カウパーのロンドンミドルクラススクール、ロンドンミドルスクールで初等教育を受けた後、ヒーザリー芸術学校へ通った。1881年、パジェットは王立芸術学院に入学する。ここで彼は建築学専攻のアルフレッド・モリス・バトラー、アルフレート・モリス・バトラーと友人になった。後にこの人物は、ワトスン博士の絵のモデルとなった。 1879年から1905年の期間に、パジェットはシュシュザな絵18枚、内肖像画が9枚を描き上げて、学院の展覧会に出している。パジェットの絵は、ストランドマガジン、ピクトリエルワールド、絵画世界、ザ・スフィア、ザ・グラフィック、イラストレーテッド・ロンド・ニュース、エイリ・ロンド・ニュース、ポール・モール・マガジン、パルマル・マガジンなどの定期刊行物に掲載され、その知名度は、 イギリス、アメリカの両方で上がっていった。彼は、アーサー・モリスウィの、探偵者、マーチン・ヒュイットシリーズ及び、ドイルの、シャーロック・ホームズシリーズのイラストを担当し、両シリーズの人気に拍車をかけた。1893年6月1日、パジェットは、農業家、ウィリアム・ハウンズフィールド、ハウンスフィールドの娘エリス・ハウンズフィールド、1865、と結婚した。 彼らは四人の娘と二人の息子を設けた。晩年の数年間は病気で胸部の痛みに苦しめられ、1908年1月28日にマーゲートで没死した。彼はロンドンのイーストフィンチリー墓地に埋葬された。今日、シドニーパジェットは世間一般が抱くシャーロック・ホームズ像の作り手として記憶されている。彼が シャーロック・ホームズの冒険のイラスト担当者として雇われたのは偶然であった。ストランド氏は彼でなく弟のウォルター・パジェットと交渉するつもりだったのだが、手違いでシドニーに手紙を出したのである。シドニー・パジェットの描くホームズ像は、ウォルターの描いた、それに基づいているという説が広く信じられているが、兄弟の一人 HM ・パジェット、ヘンリー・メリーとパジェットはこれを否定していい。 この画家の弟ウォルターが、もしくは別の人物が、シャーロック・ホームズの肖像のモデルの役を果たしたという、主張は誤りである。1893年、パジェットは、シャーロック・ホームズの思い出のイラストを描いた。アーサー・コナン・ドイルは、ストランド氏に、バスカビル家の犬を連載した。1901年から2年、木は、特に、挿絵画家として、パジェットを希望したという。パジェットは、 短編集、シャーロック・ホームズの期間、連載は1903年から4年の差し絵も担当した。合計で彼が担当した、ホームズ・モノは長編1、短編37になる。パジェットのイラストは、後世の小説、映画、戯曲などの二重作品における、ホームズ解釈に多大な影響を与えた。ストランド氏は、ホームズ・ものという看板作品によって、イギリスで、 最も評判の高い小説雑誌になった。ホームズものの人気が上がるにつれ、パジェットのイラストは、より大きく、より精緻になっていった。最後の事件が1983年に始まった。時には、ストランド氏は1ページ前面を使ったイラストを、呼び物とするようになっていた。同志の他の作品では、イラストはもっと小さいのが普通だった。その頃では、物語の厳しいムードを受けて、 パジェットの単細画法を使ったイラストも暗い調子を帯びるようになっていた。パジェットによる深い影のあるイラストは後のアメリカの探偵映画やフィルムのワールにおそらく影響を与えた。また数々のホームズ映画には大きな影響を与えた。なおパジェットはホームズに鹿うち棒とインバネスコートを与えた最初の人物だと考えられている。 そのような服装の記述は、ドイルの文章には存在しない。この種の帽子とコートは1891年のボスコム渓谷の惨劇で最初に世に出され、1893年の銀星法事件で再び描かれた。シャーロック・ホームズの帰還における何点かのイラストにも、このような服装が見られる。ホームズのもう一つのトレードマーク、曲がったパイプは、 俳優のウィリアム・ジレットによって付け加えられたイメージであってパジェットは無関係である。パジェットが発表したホームズ関係の絵画は累計でおそらく356枚になる。彼の死後1908年その後を引き継いでホームズもの挿の絵を描いた他のイラストレーターたちは自分たちがパジェットの模倣を要求されていることに気づいた。パジェットの挿絵は ホームズものの短編集が出版されるのと同時に、幾度も再版され、ホームズ描写における一つの権威となった。シャーロック・ホームズシリーズが載った、ストランド氏の全巻揃いは、出版誌において希少かつ高価な、コレクターズアイテムである。ライヘンバッハの滝の崖っぷちで生死をかけた格闘を、スル・ホームズとモリアーティ教授を描いた、パジェットの10.5、6.75インチの原画は、 2004年11月16日、ニューヨークにて、サザビーズによ、22万800ドルで売却された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。